はい、ザイチュンです。今日はですね、まあ、前回ねあのレーサーの歴史っていうのをね紹介したので、まあ、それを見な参考にしてもらいながら、じゃあねどんな青年会見た方がいいのとかね、あとじゃあレーサーの見どころとかどんな感じなのとか、そういったところをね伝えていければなと思ってます。はい、でまあ、見どころねなんですけど、まあレーサーね実際見たことある人たちだったら分かると思うんですけど、まあね三振で指笛で太鼓聞いてね、みんなが一生懸命声出してね踊ってるのを見るとね、あとから最後もね動画ちょっとつけてますけど、もう勝手にね高揚感があってね、勝手に踊りたくなるようなね、心打たれるようなね感覚ってみんな誰しも思ったと思うんですよね。まあ、うちなんちゅだけかなって思ってたんですけども、内地の人たちがね来てもそうですし、まあみんなねなんか心打たれた、子供たちもね勝手に踊るようなそんな感じのね、エイサー伝統芸能なんで、やっぱり、まあ、どこのねもの見たからどうこうっていうわけではないんですよね、確かにね。だから今回紹介する前、青年会もそうですし、地域のものっていうのがね、まあ、優劣があるわけじゃなくて、歴史の中でこれ見ていった方がより楽しめるよっていうことでね、ちょっと聞いてほしいなと思います。どれ見ても絶対感動しますし、最後はみんなもね勝ち足踊ってますから、だからそれはねぜひね現場に行って見てみて体感してほしいなと思います。はい、でまあ歴史のところからねあったと思うんですけど、エーサーってね一応2つあるんですよ。まず一番最初のねもともと伝統的にある青年会のエーサー、まあ旧盆であるエーサーですね、地域の人たちの青年会っていうものがあって、そこで踊っていくエーサーと、あともう一個は創作エーサーって言ってね、まあ例えば琉球村とか沖縄ワールドとか、これ観光施設でやってたりとかね、そういうものでオリジナル曲で結構ポップな感じでね、まあ空手を入れたりとか、あとまあいろんな踊りをね違う形で入れたりとか、伝統のものあるんですけども音楽をオリジナル曲にして、そういった形で創作してね演奏するという形、これ全国で公演を回ったりとかね、そういう形で見せる演奏ですねっていうものがあるという形、2つ分かれるんですけど、今回はねこの伝統的な青年会のところをねちょっとまた紹介したりとかしていきたいなと思ってます。で青年会のところっていうのは、まあ、歴史のところでもあったんですけど、各地域でね発展していったエーサーなんですよね。だから今でもね形が違うんですよ、踊りだったり使うものだったりとか。皆さんが今ねイメージしてるエーサーって大太鼓とか締め太鼓とか太鼓を使って三振弾いて、で指笛鳴らしてっていうような形だと思うんですけど、そうじゃないエーサーもあるんですよね。だからそれをねちょっとまずお伝えしたいなと思うんですけど、まずね北部の方で、まあ、流行ったよって話しましたよね。沖縄の北部の方で一番エーサーっていうのはすごい当時ね明治時代っていうのはすごい流行ったわけですよ。でこれが流行ったなんでかっていうと、この念仏を唱えて回るだけだったものに民謡曲を入れてね、ですごい流行ったと。これが名護の方で流行ってね、でこれが夜更け地区っていうところで流行ったよ、もう当時沖縄一って言われてたんですけど、そこでやられてたと。でこれが今でも伝統的に残っているんですよね。それがまあ北部の方で残っている形です、形式ですね。ただどんな形かっていうとね、手踊りって言ってね、太鼓とかはねほとんど使わないです、もう全然使わないで手で踊る、まあ盆踊りのもうちょっとね沖縄版みたいな形で本当に手だけで踊るよっていうので、それの中でも女性だけのものと男女混ざってるものっていうので分かれてるんですね、形式が。この2つがあるんですよ。だから大宜味村とかね、そういったところの一部のところですけどね、女性だけでやる手踊りをやるっていうところと、まあ、名護だったり本部とかそういったところ、まあ、美ら海水族館があるところですね、ああいったところの地域で旧盆でね、まあ地域を回る時のエーサーっていうのは男女でね手踊りをして回るっていうものが今でも残ってます。でそこからね、それを見たね中部の人たちっていうのがね、すごいこれはいいなという形でもう流行ってるってことで、みんながね、まあ、この夜更けにね行ってね、あこんなエーサーオリジナル曲混ぜてやるんだっていうことで伝わっていくんですけど、下の方にね中部南部って那覇の方にどんどん広がっていくんですけど、そこで盛り上がったのが中部ですよね、沖縄市、まあ旧コザですね、コザ市が、ここがエーサーのコンクールっていうのをやろうってことでね、でそれで広まっていったんですけど、この今までオリジナル曲入れた手踊りとかが中心だったものがコンクールやるよってなったんで、沖縄市でね、まあそうなるともっと見せたいですよね。もっと見せるために太鼓のエーサーをやろうってことで、太鼓やったり隊列ってね並びを考えたりとか、大太鼓締め太鼓とかね、あと旗持ったりとかね、
そういう形でどんどん変わっていって、それが今は一番ポピュラーなものになってるっていうのがね、沖縄市の演奏です。ここの青年会っていうのが一番多いです、沖縄市の青年会で。エーサー全島エーサー祭りも沖縄市でやってますし、出演の団体も全、まあ基本的な沖縄市のところがもう多いで、そこからゲストでみんな来るような形になってるんですね。だから沖縄市の青年会っていうのを一番見た方がいいんですけど、その中でも一番、まあ、この形をどんどん作っていって、全国、まあ、万博でもやったって話しましたけれども、そこでコンクールでも一番最多の優勝を取っていて、でなおかつこの形式をねどんどん作り上げていったっていうのが損田青年会です、だからね、損田青年会っていうのは絶対に見た方がいいですよ、ね、すごいアップテンポでね、力強い、まあ、太鼓もすごいですし、あと手踊りもね、伝統の手踊りっていうのも入れて、でそれで形式を作ったっていう形でね、すごい有名な損田青年会、これは絶対見た方がいいですね。で沖縄市にはその周りにもいっぱい青年会ありますから、見に行くんだったらまず沖縄市の青年会、損田青年会見に行ってから周りも見に行った方がいいかなと思います。はい、でその沖縄市の隣にね、うるま市があるんですけど、ここの勝連地区、まあ海中泥とかねあるところですね、あそこのところでずっと伝統的な英才やってるのがヘシキアの英才です。これがねまたちょっと対局でね、まあもう見せるエイサー、もう損田青年会とかこの沖縄市の英才っていうのはすごいダイナミックで、ね、見せるエイサーをして、今でもねもう印象づける、もう印象がねあるようなね、すごいもうポピュラーな英才、今でこそねやってるんですけど、このヘシキアの英才っていうのはこの伝統と、あとパーランクっていうね、小さい、一番小さい太鼓で、これで踊るっていうね、エイサーをやってます。ここはすごい独特でね、東と西っていうのでね、分かれてて、東のエイサーってやると、これ男の人がたちがやる力強いエイサーで、西のエイサーっていうのは女性のエイサー、優しいとかね、そういうおおらかなエイサーをするよってことで、全島エイサーにも毎年、ヘシキア青年会出てるんですけれども、東と西でね、毎年交互で出ていくっていう感じでね、すごい伝統的なエイサーなんですよ。衣装も全然違うしね、ゆっくりしてて、パーランクだけで踊る。形のもの、これがヘシキアの英才で、ここもファンが多くて全国から来ると、見に来るっていうね、そういう青年会です。ここもぜひ見た方がいいと思いますね。カツレンはヘシキアだけじゃなくてね、いろいろこちらもありますんで、まあ沖縄市とこのうるま市のこの英才を見ても、まあ全島英才で見れますけれどもね、全島英才見た時には、まあ損田青年会とヘシキアの青年会、この2つっていうのはね見た方がいいと思います。全然違いますから、この動画見てね、多分見たらね、全然、あ、こんなに違うんだなって分かりますからね。だから、それを、ぜひ見てほしいなと思います。これをまあ、軸にね、見ていけば、多分他のところも、あ、ちょっと違うなっていう形で見れたりとかしますし、特に北部とかはね、さっき言ってた手踊りとかっていうのは一部の地域でしかしてないんですよ。で、最後の形式が残ってる糸満市、一番南のね、南部の一番下のトモゴにある、昔ながらの念仏踊りをしながら地域もあるっていうところもあるんですけど、これも一部なんですね。だからもう本当地域、どこの地域かっていうぐらいの、もう小さい地域で回ってるんで、観光で行ったりとか、旅行で行ってね、見つけるってなかなか難しいんですよ。何時間やってるとか、全部公開されてるわけじゃないんでね。だから、それよりは多分沖縄市だったりとか、まあこの、勝連もね、やっぱね、このヘシキアのところもそんなに数多くないんで、やっぱ沖縄市からまず見た方がいいよと思いますね。だからそんな青年会とか、その周りっていうのはね、道順いっぱいやってますから。小屋青年会とか中野町青年会、山里青年会とか諸見里青年会とかね、まあ、いっぱいありますからね。だからそういうところで見て、沖縄市で見た方が多分ね、エイサーはより楽しめるなと思います。で、南部の方の那覇とかね、この南部の南城市とか、宜野湾とかね、浦添とかっていうのはないのかって言ったらあるんですよ。あるんです。で、どちらかというとこのね、沖縄市のそんな青年会とかいろんな青年会が教えてね、伝わってるっていうところが多いので、ここでも見れますけれども、まあこれもさっき言ったみたいに一部の地域を回ってるんでね、なので沖縄市の方で見た方が多分いいかなと、おすすめできるなと思いますね。はい、だからこの2つね、まず青年会見てほしいなと思いますね。で、最後の方にもね、さっきもありましたけど動画流してますんで、そんな青年会の道順の様子だったりとかをちょっとね、ちらっと流してますんで、ぜひね、雰囲気掴んでもらって、このエイサーと全然違いますから、みんなの他の地域のエイサーっていうのはね、だからぜひね、今はもう太鼓が主流ですけれども、そうじゃないエイサー、パーランクのエイサーだったりとか手踊りのエイサーってのもありますから、はい、ぜひ見てほしいなと思います。はい、でまあね、一番最初にもあったんですけど、まあどれがねいいとかじゃなくて、もうエイサー全部ね見たらね、多分みんなもね、もう最後はね踊り出す、勝手にね体が踊り出して高揚感でね
に踊りたくなるような、でみんなでね勝ち足ってね最後ありますよね、踊りね、この勝ち足これやってると思うんでね、ぜひエイサーは生で見て楽しんでほしいなと思います。はい、今日は以上です。